どうもー、影やんです。今日は2021年4月17日土曜日、土曜日の朝ですが、結構雨がきつくというかそれなりに降ってますね。これは、父親が育てているチューリップですね。チューリップになります。まあ綺麗なチューリップかなというところです。まあ雨ですね。せっかくこうどうなんですかね、土曜日やとこう休みの方も多いかなと思うんですけども、まあ休み、ちょっと待ってくださいね。これこれやね、自分で、あ、ちょっとまあ雨がすごいですね。雨がすごい。うわ、うわ、ここ花ですね。花、これは父親の花ですね。これから植えるんでしょうけど、まあまあ雨降ってるんで今日は作業をしないかな。でですね、昨日、植えた、プランターに植えたこれが水菜ですね。水菜と、なんか立派に育ってくれそうな感じですね。水菜とこれがキュウリ。キュウリがこう、あ、この、これに巻きついていって、これ棒を刺してるんで、これ巻きついていって、こうキュウリがこう出来上がっていくかなというところで、これ水菜なんかいい感じでこう育ちそうですね。これはいい感じですね。今日はもう雨降ってるんで、水やりはせんでいいということにこうなります。ということで今日もね、土曜日、まあゆっくりしていただきたいかなというふうに思います。ということでありがとうございます。失礼します。